こんなに大きいの？日本俳優高身長ランキングトップ20。皆さんこんにちは。今回はこんなに大きいの？180センチ以上高身長の日本の俳優さんを身長順にランキング形式でまとめてみました。同じ身長の場合では年齢の大きい順にしています。身長は公式ページであるものはそれを、ないものはウィキペディアを参照にしています。エピソードや最新情報なども交えてサクッとお伝えしていきます。では早速見ていきましょう。プリンのお部屋へようこそ。20位、前田ゴードンさん、24歳、身長180センチ。来月の8月9日に前田さんの主演の映画ブルーピリオドが全国公開されますね。ぜひ見に行かれてみてください。19位、大沢たかおさん、56歳、身長181センチ。現在映画キングダム大将軍の帰還が公開中です。見に行かれる方多いでしょうね。18位、反町隆史さん、50歳、身長181センチ。今春に放送された26年ぶりの GTO は松嶋菜々子さんと共演し話題にもなりましたね。相変わらずの美男美女でした。17位、桐谷健太さん、44歳、身長181センチ。主演を務められた院内警察、新感覚の医療エンターテインメントとなっていて面白かったですね。16位、向井理さん、42歳、身長182センチ。昨年秋に放送されたフジテレビ系水10ドラマパリピ孔明が8月14日公開収録スペシャルライブを東京ガーデンシアターで開催決定されました。無料招待とのことです。ご興味ある方はぜひ。松坂桃李さん、35歳、身長183センチ。松坂さんは2月よりインスタグラムを開設され投稿されていますね。ますますのご活躍が楽しみです。14位、沢村一樹さん、57歳、身長184センチ。7月10日に誕生日を迎えられた沢村さんの様子が自身のインスタグラムで見られます。ぜひ見てみてください。13位、斉藤匠さん、42歳、身長184センチ。斉藤さんの出演されている映画五番切りが現在も上映中ですね。12位、小栗旬さん、41歳、身長184センチ。韓国を代表する女優ハンヒョジュさんとネットフリックスシリーズドラマに主演されますね。2025年ネットフリックスにて世界独占配信決定しています。楽しみですね。11位、草刈正雄さん、71歳、身長185センチ。現在上映中のキングダム大将軍の帰還で将翁役で出演されていますね。中村徹さん、58歳、身長185センチ。中村さん主演の報復絶踏のグルメドラマ飯を喰らいて花と継ぐが東京 MX にて放送中です。9位、中村俊輔さん、49歳、身長185センチ。ドラマ浅見光彦シリーズで16年もの間主役の浅見光彦を演じた彼ですが、未だ独身。来年50歳を迎えますが、いつまでも若々しいですね。8位、要潤さん、43歳、身長185センチ。要さんも現在上映中のキングダム大将軍の帰還に、大沢たかおさん演じる王騎将軍を支える副官等を演じています。7位、杉野遥亮さん、28歳、
身長185センチ、カンテレ・フジテレビ系新月10ドラマ、マウンテンドクターに出演中です。6位、目黒蓮さん、27歳、身長185センチ、現在、フジテレビ系月9ドラマ、海の始まりに主演されています。鈴木亮平さん、41歳、身長186センチ、ネットフリックスで配信中の映画シティハンターはものすごい話題となりましたね。とにかく原作にぴったりハマっていました。4位、早見もこみちさん、39歳、身長186センチ、 YouTube でもお料理動画を投稿されていますが、がっつり食べたい方におすすめのレシピがたくさんあります。ぜひ見てみてください。3位、阿部寛さん、60歳、身長189センチ、過去に笑っていいともへ出演の際、司会のタモリさんと身長の話題になり、ご本人が今までごまかしていましたけど90超えてるんですと発言しました。しかし公式プロフィールではまだ189センチとなっていますね。2位、東出昌大さん、36歳、身長189センチ、山暮らしの狩猟生活のイメージがありますが、そこでの暮らしは工夫がいっぱいですので、とても参考になります。東出さんも YouTube をされています。そして栄えある1位はラウールさん、スノーマン、身長192センチ。はい、1位は人気グループのスノーマンのセンターラウールさんです。世界レベルのダンスにハーフ美形の彼、歌だけでなく俳優としてもご活躍されています。流行りの最先端を走るファッションも脚光を浴びてますよね。さて、日本俳優高身長ランキングトップ20を発表しましたが、いかがでしたでしょうか。こんなに高身長でイケメン、羨ましい限りです。コメントもいただけたら嬉しいです。ちなみに、興味があったので調べてみたのですが、日本の武将で180センチ以上の人物は、上杉謙信、身長180センチ。織田信長、身長185センチでした。ご視聴いただきまして、ありがとうございます。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。